新型クオンでは、滑らかで確かな制動力を発揮するディスクブレーキを全車に採用しました。ディスクブレーキは構造上放熱性が良く熱がこもりにくいため、ドラムブレーキに比べフェード開始温度が高いのが特徴です。長い下り坂を走行した際のブレーキディスク温度はドラムブレーキと比べフェード開始までに十分な余裕があり、安全な走行が可能です。ディスクブレーキはローターの回転で水を吹き飛ばすため、浸水時の影響を受けにくく安定した制動力を発揮します。ブレーキペダルの動きに素早く滑らかに応答し、ショックが少なく大切な積み荷の荷崩れ防止に効果的です。ダンプ・ミキサーではディスクブレーキを石跳ねから守るダートシールドを採用。オフロードでの走行性能低下を防ぎ、高い走破性を実現しました。ブレーキペダルを踏んだ際、主ブレーキだけでなく補助ブレーキも自動的に連動するブレーキブレンディングを採用。ブレーキフェード現象のリスクを低減し、ブレーキパッド寿命の延長が期待できます。5インチマルチディスプレイにはパッド摩耗センサーが表示され、随時摩耗状況と交換時期が確認できます。また容易なパッド交換を実現し、メンテナンス性が大幅に向上しました。環境規制への対応は車両全体の重量増加をもたらす傾向にありますが、新型クオンではさまざまな部品の軽量化を実現。中でもディスクブレーキの採用は大きく軽量化に貢献し、積載量の増加を実現しました。一歩先を行く安全性、生産性、稼働率でお客様のビジネスに大きく貢献します。